ハレルヤ。皆さん1週間元気でしたか？今日は初穂の収穫感謝主日です。それでは祈りを持って礼拝を始めていきます。お祈りの準備をしてください。お祈りします。愛する神様、いつも私たちの心と体に必要なものを与えてくださり、心から感謝します。神様、今日は賛美の時間、礼拝の時間に私たちの一番きれいな心を捧げていきます。どうか喜んで受け取ってください。愛するイエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をしていきましょう。皆さん立ち上がってください。
ではこれから御言葉の時間です。大きい声でハレルヤと先生を呼びましょう。せーの、ハレルヤハレルヤ。皆さん、今日は初穂の収穫感謝主日礼拝として捧げています。今日は初穂の収穫感謝主日とはどんなことなのか、一緒に先生と見てみたいと思います。今日の御言葉は出エジプト記23章16節の御言葉です。出エジプト記23章16節の御言葉です。またあなたが畑に種をまいて得た勤労の初穂の刈り入れの祭りと収穫祭を行わなければならない。アーメン。ああ、足が痛いよ。天気はなんでこんなに暑いの？お腹も空いた。今イスラエル民たちはアラノにいます。アラノは砂漠で、食べるものも飲む水も何もなければ、昼は暑すぎて夜は寒すぎるところです。疲れてお腹を空かしているイスラエル民たちに神様はプレゼントをあげました。マナとウズラです。わあ、神様ありがとうございます。イスラエル民たちはマナとウズラをもぐもぐお腹いっぱいに食べて、とっても幸せになりました。もうアラノを通り過ぎ、やっと神様の約束の地カナンに着きました。カナンの地に着いたイスラエル民に神様はまたプレゼントをあげました。それは良い地と暖かい日差し、風、雨をくださいました。それでイスラエル民は一生懸命に畑の仕事ができました。神様ありがとうございます。イスラエル民は神様からもらったプレゼントに感謝して礼拝を捧げました。畑の仕事で一番目に刈り取った一番良い実を神様に捧げ物として捧げながら礼拝を捧げたのです。神様に感謝する心をいっぱい込めて、この礼拝を初穂の収穫感謝主日の礼拝というのです。皆さん、私は畑の仕事はしていないから、初穂の収穫感謝とは私何の関係もありませんと思っていますか？神様は今の私たちにたくさんのプレゼントをくださったんです。お父さん、お母さん、またお友達、毎日のおいしいご飯、健康な体、またきれいでかっこいい洋服などなどなど。皆さん、本当に私たちは神様からたくさんのプレゼントをもらっているんじゃないですか？神様は初穂の収穫感謝、この日を通して神様は私たちに毎日毎日の生活の中で神様からもらったプレゼントのことを思ってほしいわけです。ですから皆さん、毎日の生活の中で神様からもらったプレゼントを思い出し、神様に感謝を捧げていきましょう。もっともっと毎日の生活の中で神様にありがとう、感謝しますと言いましょうね。それで毎週毎週感謝の心をいっぱいこもって神様に礼拝を捧げていきましょう。アメン。神様に本当にもらった、神様からもらったたくさんのプレゼントを思い、神様に感謝を捧げる、
神様の喜びとなる養地部の皆さんになることをイエス様の皆によって祝福します。アーメン。それではお祈りをします。神様、本当にたくさんのプレゼントを私に与えてくださり感謝します。イスラエル民たちに与えた神様の恵み、神様の愛を今ここに集まった私たち一人一人にも与えてください。また神様からもらったたくさんの素晴らしいプレゼントのことを忘れることなく神様に感謝を捧げていくことができるように導いてください。神様、本当にありがとうございます。神様、愛します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日はもっともっと心を込めて、感謝の心を込めて捧げ物を神様に捧げていきましょう。今日の御言葉ありがとうございます。献金を捧げます。喜んで受け取ってください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。では皆さんの捧げた献金のための祝福のお祈りをします。主よ、ご覧になってください。子供たちが心と体、そして自分の生涯を神様に捧げると祈りました。そして感謝の心を込めて捧げ物も捧げました。どうぞ子供たちの捧げ物と子供たちの心と体、人生を生涯を受け取ってください。そして主よ、祝福してくださり、これからの子供たちの人生を導いてください。神様のものですから豊かに祝福してください。感謝し、イエス様の御名によって祝福しお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをもって今日の礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではすべての栄光を神様に返しましょう。